映画監督の田中守ですよ。映画制作一人でできるもん。はいはい、ひげがね、ね、映画制作ね、なんかね、前からですね、まあ気になっていたと言いますか、前もなんか話したことがあるような気がするんですけど、なんか映画って特に日本のね映画ってなんか恋愛ものが多いじゃないですかね。なんかね、恋愛ものしか作ってはいけないのかみたいなね、恋愛がメインじゃないと映画じゃないみたいなね、なんかそういうなんかあるじゃないですか、そういうのがね、クリエイターがどんなに俺はこんなんが作りたいんじゃっていうね、気持ちがあっても、なんかね、映画の会社の偉い人がね、プロデューサーがいや、ね、恋愛要素は絶対入れなきゃいけないとね、こう男女の晴れた惚れたが一番わかりやすいとね、万人受けすると、だから入れなさいね、そんな感じでね、映画館にこうね、予告編、映画館に映画見に行くと大体予告編流れるじゃないですかね、で大体邦画のやつってそういうの多いじゃないですかね、こう恋愛要素ね、愛がなんたらかんたら、なんたらかんたらかんたらかんたらでね。ね、ね、かのシン・ゴジラもですね、ね、恋愛要素皆無だったから、恋愛要素皆無、役者になんかね、ごちゃごちゃ演技をさせない、大成功万歳って なりましたけど、どうもあの映画もですね、当初はね、プロデューサーがなんかね、主人公のね、明智光秀とね、あれアメリカから来たね、女政治家、ね、なんとかパターソンは、まあ、別にね、完成作品では恋愛要素を恋愛はしてなかったじゃないですかね。でもなんか当初はね、プロデューサー側の意見としては二人は元付き合っていた同士みたいな要素を入れようとしたいう意見があったけどね、それはもうそういう要素いらんみたいなね、ことで完成したみたいですので、シン・ゴジラのようなあそこまでこうね、こういうのを作るんじゃーね、とやってもやっぱり偉い人からそういうことを言われるね。昨今はですね、まあ、映画会社の偉い人ってのは、まあ、昭和生まれでしょうね。昭和、間違い、まあ、ほぼほぼ間違いなく昭和生まれですので、ね。こう、若者の恋愛離れとかね、なんか、そういうのはね、あんまりこう、若者の恋愛離れなんて嘘やろとね、こう、恋愛こそ、ね、こう、ね、こう不可欠要素なんだというね、まああれ何あれなんでしょうね、あるんだと思いますよ、ね、でもまあなんすかね、この間ちょっとねテレビ見てたんですよ、ね、所さん
大変ですよっていう、なんか、ね、NHK がね毎週何曜日ですかね、水曜日か木曜日かにやってる番組で、たまに飯食ってる時に見るんですよ、ね、まあ見るんですよっていうか、嫁さんがその番組を好き好んで見てるんで、まあ、私がまあそれに付き合って見てるだけなんですけど、そこでですね、なんかですね、映画のネタバレ賛成派、反対派みたいな、あなたは映画のネタバレが許せるか許せないかみたいなね話になったんですよ、ね、で今の世の中は若い人で、特に若い人で映画のネタバレ OK というね、あの人が増えてるみたいなね、ほんまかよと思いましたよねで、まあ若い、ね、お姉ちゃんが出てきてですね、映画のネタバレ OK だって、なんかこう映画をやってる途中でドキドキしたくないんだもんとか言ってね、何を抜かしとんじゃこのガキャガキャガキャ思って見てたんですよで、そのお姉ちゃんっていうのはなんかあのサプライズパーティーみたいな、あの自分の誕生日のパーティーでいろいろねサプライズね、こんなプレゼントがした、なんかこう思わぬプレゼントをもらっちゃったとか、食事行った先でこうサプライズでケーキが出てきたとかいうサプライズもあんまこう好きじゃなくって、最初からプレゼントはこれ、サプライズケーキの演出をしてください、こういうのをしてくださいということでね、サプライズじゃねえじゃんそれみたいなことで、まあ、やってたんですけど、まあ、それだけ見てたらですね、一部のあれだろうみたいな感じで見てたんですよ。一部の特殊な人、なんか人のこんな公共の電波でやるなよってね、こんな民放のくだらないバラエティ番組みたいなことすんなよと思って見てたんですけど、まあ一応ですね、やっぱ NHK ですので、その辺はまあ、ね、しっかりとやって、そんだけバカ映像を見せておいてですね、でちゃんとこういう若者がまあ主流ではないけど、こういう若者が出つつあるのはやっぱりその未来、将来や未来に対してこう昔に比べると将来や未来に対して悲観的、ね、になってる人間が増え始めていると、ね、まあ、確かにそれを言われてみればですね、昭和生まれのね私らみたいなおっさんはですね、子供の頃にですね、ね、なんかこうね未来はこうなるみたいな図鑑があったじゃないですか、なんかこう小学館のね学習雑誌とか、あと図鑑とかで、未来は明るいんだ、ね、今はちょっと不便だけど未来になったらなんかこうチューブの中を走る空飛ぶ車とかですね、テレビ電話とか家庭用コンピューターとか、ね、原子力で動くなんか乗り物とか、ね、未来は明るいんだってね、だから今はねちょっとねもうあれだけど何だあれだけどいうことでね、未来は明るいんだって突き進んでいって、で割とね大人になってくるとその想像だと思われていた家庭用コンピューターとかいうのはね、まあ俺5歳ぐらいの時に読んだ図鑑に載ってたんですけど、家庭用コンピューターっていうのは、まあ、まさにもうパソコンのことじゃないですか。でテレビ電話ってありますけどね、まあテレビ電話もですね、こうなんすか、ズームとかですねテレビ電話以前に携帯電話なんてね、まあ、もっとすごいね、なんか想像を絶するものが出てきたりとかですね、なんかこう小さい頃に明るい未来というのを想像図で見せられたものが、なんかどん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 、まあ全部ではないけどちょっとなんかこうね実現してきているじゃないですか。でね、ところがですよね、例えば平成生まれぐらいになってくると、なんかねもう生まれて物心ついた頃にはですね、携帯電話もあればパソコンもあるみたいな時代に生まれてですよね、でそれでこの世の中に何が起きているかというとですね、なんかもう四六時中不景気だ不景気だって言ってるじゃないですか。日本でそこまで不景気なんですかねなんかテレビは勝手に不景気だって言って、なんか不安は煽ってるだけのようにも思えるんですけど、なんかねもうここもう二十何年間不景気ですよね。で、ね、でまあ実際ね、なんか大災害が起きたりですね、なんかねこう昨今ではねこう新型コロナウイルスみたいな、こういうもう信じられないようなこととかですね、もう起きてるじゃないですか、ね、
そういうのはですね、もうね、実生活で目の当たりにしながらですね、あとこれよりも未来にね、未来の日本だっていうの最近ないじゃないですか。そんな図鑑とかね、あの学習雑誌に未来はこうなるみたいなのないじゃないですか。でそういうのを幼少の頃に見ずですね、まあもう厳しい現実ばっかり見せられたらですね、そりゃ未来はまあ明るいはかもしれないけど、ちょっとどうなのこれみたいなね、考えになってくると思うんですよ。ね。で、まあ NHK でね、あれや所さん大変ですよってやってたのは、まあ本当に一部の若者とは思うんですけど、なんかそっちの方にななんかどん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 流れていってるんじゃないのかとね、そのね、番組を見てですね、まあ、ふと思ったわけですよ。ね。ですんで、まあね、まあ、あの映画もですね、まあ、確かにですね、まあ、恋愛ものをぶち込んでおけばですね、まあまあ固いね、まあ大コケもしなければ大ヒットもしないだろうみたいな感じですので、まあ、その考えもですね、間違ってるとは言えないんですよ、ね、ただですね、まあ、だんだん先細りになっていくことだとは思います、ね、というわけでですね、今回はですね、ね、別にね、なんですかね、まあでも実製作映画撮るときはですね、まあ恋愛映画撮った方がですね、まあ無難っちゃ無難なんですけど、まあ私もこのね、映画制作一人でできるもんでですね、自主制作映画や女を出すなとか言ってますから。まあね、恋愛もね、やっぱりやめときましょう。ね。はい。